時間になりました。次の講演は生物科学科准教授山中総一郎による性で異なる染色体の話です。大学院修士課程1年の、李海林さんが質疑応答を担当いたします。ではよろしくお願いいたします。生物科学科から参りました山中総一郎と申します。今日はこのようなタイトルで話を進めていきたいと思います。こちらにありますように、スライドの方で、質問を受け付けています。こちらのアクセスコードもしくはこちらの二次元バーコードから QR コードからアクセスして質問してください。まずはじめに生物科学科の紹介を少しさせてください。生物科学科、東大ですと生物系の学科は生物科学科と生物学科でありますけれど、こちら生物科学科っていうもので、生科っていうふうに呼ばれます。で、これはパンフレット、こちらありますけれども、パンフレットから抜き出してきた生科の紹介文で、もちろん全部は読み上げませんけれども、重要な部分だけこのように反転させています。大切なところは生物の現象を理解したい。で、その方法として生物物理もしくは生物科学、そういった手法でその生命の本質っていうものを理解していきたい、そういうふうなことをモチベーションに研究を進めている、そんな学科となります。もう一つ、もう二つなんですけれども、特徴を挙げるとしますと、この生命現象の根本的な原理を解明する基礎研究、もうちょっと噛み砕く、砕いて言いますと、面白い現象、興味深い現象の仕組みを、より細かいメカニズム、分子レベル、そういうもので徹底的に理解しようと、そういったモチベーションで研究をしています。まあ、文字だけですとちょっと分かりにくいかなと思いますので、こちらにもう少しとっつきやすいスライドを用意してあります。でこのように生命現象というものをこの3段階、3つの階層でこう捉えてみようという、試みです。まず一番上が分子、その次に細胞、その次に個体、生物個体ですね。でこのようにこの3つの階層っていうものを行き来しながら研究していく。例えばこの分子、例えばタンパク質を取り上げた時に、このタンパク質の構造がまず何かっていうところから始めた人がいても、それが次に細胞の中でどのように極在して、どのようなタンパク質と相互作用して働きを出しているか。でさらにその細胞を内包する個体の中で、そのタンパク質はどのような生物学的な意義があるのか。こういったふうに、この問題の順番として、こう上から下に行くステップと、逆にこの生物っていうものを見たときに、生物が取る面白い行動、刺激に対する反応、そういったものから、その反応なり、刺激に対する行動を生み出す際の、この細胞、ブロックとしてのこの細胞を見たときに何が細胞の中で起きているのか、そして、その動きなり反応なりを生み出す最も根源的な分子が何なのかっていうのを、突き詰めて考えていく。そういった3つの層を上から下、もしくは下から上っていうふうに、行きつ戻りつしながら原理を解明していきたい。そういう、研究手法をとっています。例えば、学科ですとこういうふうに生物科学科、生物学科、生物情報科学科っていうふうに、なってますけれども、その上、大学院としては生物科学専攻っていうものがこちらにあり、協力講座、連携講座っていうものと一緒になって、研究体制っていうものを整えています。進学先に関しては、例えば学科から、院っていうものはこちらに示してあります通り、およそ 90% 以上の学生というものは大学院の方に進学するという、そういった進学状況で、さらに修士課程から博士課程というのはおよそ半分程度で、博士課程からの進学先というのはここに示されている通りです。こちらここまでの、スライド、ちょっと駆け足になってますけれども、すべて最初の方の、パンフレットに載ってますので、興味のある方はご覧ください。生物科学専攻、生物科学科の研究室というものを簡単に駆け足で紹介していきますと、胃の研究室、こちらは線虫を用いて脳神経科学の基本原理を発見するというキャッチコピーです。ヌルキ研究室は原子のレベルで解き明かす生命現象の本質、
塩見研究室は非高度小分子 RNA による遺伝子発現制御のメカニズムを理解する。上村研究室は一分子、一細胞計測による平均値計測からの脱却。竹内研究室、分子生物学×電気生理学で脳神経回路の形成動作原理を解き明かす。真田研究室は脳が作られ守られる仕組みを謎解く。そして最後に小島研究室は光感覚と光環境応答の分子メカニズム。こういった形で奈良研究室が集まって生物科学科というものを形成しています。ここまでが生物科学科のご紹介でした。では本日の話に入っていきたいと思います。まず遺伝子発現ということを一つのこうテーマにして今日お話ししていきたいと考えております。遺伝子発現、皆さんご存知かとは思うんですけれども、染色体遺伝子もしくは DNA、そういったものから RNA が転写される。で、その RNA というものを元にしてタンパク質が翻訳される。こういった流れのことを、セントラルドグマというふうに、高校の教科書でも取り上げられているかと思います。で、この最後のタンパク質というものが、生命活動の、実際の実動部隊というふうに、考えられています。この DNA から RNA が転写されて、RNA からタンパク質ができる。この流れの中で、遺伝情報としての DNA、一番発端ですね、DNA っていうものは、娘細胞に受け継がれていく。細胞に、次の細胞に、こういうふうにバトン、パスされていく。そういった物質になっています。この遺伝情報ですけれども、DNA としての、遺伝情報としての DNA ですけれども、この遺伝情報を受け渡す相手というものを今日はいくつかパターンを分けてご紹介していきたいと思います。まず一つ目なんですけれども、受け渡す相手は娘細胞。これは細胞分裂というものを想定してお話ししています。母細胞というものがありまして、こちらが細胞分裂を介して2つの細胞に分裂する。そして娘細胞がこのように2つになる。このようにして遺伝情報というものが受け渡されていくんですけれども、ここで先ほどから申し上げておりますこの DNA、RNA、プロテインという、こういうのを遺伝子発現というふうに、申します。遺伝子発現というのはこのように DNA から遺伝子が発現すること、もしくは DNA から RNA やタンパク質が作られることを示すんですけれども、基本的にこの細胞分裂を介して母細胞から娘細胞が2つに分裂するときには、この遺伝子発現、もしくはどのようなRNA やタンパク質が DNA からできるかっていうことに関しては、ほぼ同じ。つまり同じような情報が母細胞から娘細胞に受け渡っていくって。そういうふうになります。では、2番目。遺伝情報を受け渡す相手の種類として2番目をご紹介します。次は、分化した細胞、もしくは細胞系譜。分化、発生の系譜、細胞系譜って申し上げますけれども、この分化した細胞が遺伝情報を受け渡す相手としてあるだろうと、そういうことです。で、これは、形として分化というものは細胞の状態が変わるって、そういうことを一般的に指し示しますけれども、分化する前の細胞から分化した後の細胞になる。先ほどの対比で申し上げますと、この中身ですね、つまり同じ DNA。この DNA の配列というものは、この分化する前と分化する、分化した後でほとんど変わらない。ほぼ変わらないっていうケースがなってるんですけれども、この同じ出発点から異なった中身の RNA であったり、タンパク質であるものができる。つまり遺伝子発現という言葉で言い換えますと、この分化する前の細胞、と分化した後の細胞では遺伝子発現の状態が変化する。そういった違いが先ほどの一番のものと違いがあります。はい。では次、3番目ですね。遺伝情報を受け渡す相手は次世代。配偶子とか受精卵って書いてありますけれども、これは、イメージしやすいものかなと思います。一つの精子、一つの卵子っていうものから
遺伝情報というものが次の世代の受精、次の世代を形作るこの受精卵というものに受け渡されていきます。ですので、今回ですと遺伝情報を受け出す相手っていうのは、この子世代の受精卵ということになります。これを3つ、まとめますと、1番、遺伝情報を受け渡す相手っていうのは、1番目は娘細胞です。で、2番目は分化細胞。3番目は次世代の受精卵ということになります。で、今日はこの2番目と3番目っていうものに特に注目してお話を進めていきたいと思います。先ほどですけれども、分化というものを挟んで、分化する前と分化した後で RNA やタンパク質の中身が変わりますよ、そういうお話をいたしました。ここで一つ不思議なことというのは、同じ、生命の設計図っていうふうに DNA 言われますけれども、同じ DNA を元にしているにもかかわらず、なぜ異なった RNAもしくは異なったタンパク質の中身になるのかって、そういったところが一つ疑問として上がってくるかと思います。で、これを、生命の設計図としての DNA を本に例えて話を進めていきたいと思います。この本、最初は閉じられているんですけども、どこかのページを開いて、そこから情報を読み取って、生命の実動部隊である何かしらのタンパク質なりをこう作っていく。こういったことが、セントラルドグマの概念として考えられるんですけれども、細胞の種類、体の構成する組織、もしくは臓器、そういったものは、それぞれ異なったタンパク質を作るわけですね。どういうことかと言いますと、こういった同じ一つの設計図から異なった種類のタンパク質、もしくはもちろん RNA でもいいんですけれども、こういったものが出来上がる。なぜ同じ設計図から異なった種類の、産物が生まれるかっていう、すごく、だと考えたときに不思議になるかなと思います。で、これを理解するときにもう一つ例えを、使いたいと思うんですけれども、こう、しおりっていうものが出てきます。つまり、例えば一番上のものを作りたいってときは、あるページを開いて、そこから、読み取って何かを作っていく。そしたらその次、別のものを作りたいって時は、違うページにしおりを入れて、そのページを見て、その、体を作るタンパクなどを作っていく。こういう形でしおりをこう使い分けることで、そこから同じ設計図から作られるものというものを作り分けることができます。で、このしおりの付き方ですけども、例えば先ほどの組織であるとか臓器ごとに、もしくは細胞種ごとに、このしおりの付き方というものが変わってきます。で、このしおり、先ほどから例えとしてのしおりを使っていますけれど、これが今日お話の中で一つキーワードとして取り上げたいエピジェネティクスというものになります。このエピジェネティクスという言葉ですけれども、高校の教科書いくつか見てみたんですけれども、すべての教科書に載っているわけではありません。ただ、一つ載っているものを見つけまして、それをここで紹介しています。発展という項目の中で取り上げられてたんですけれども、こういったことが書かれていました。すべて申し上げはしないんですけれども、かいつまんで重要なところを申し上げますと、後天的に変化し、遺伝子の転写に影響を与えている、もの、もしくは DNA の塩基配列の変化によらないもの、こういうふうに、高校の教科書で紹介されています。つまりこれは、どういうことを言っているかと言いますと、この DNA 自体の配列には変化は与えないんだけれども、そのどのページを読んだらいいか、そういうことを教えてくれる、そういったものです。で、つまりこのしおりのパターンっていうものが違うことで、その RNA やタンパク質が違う、の中身が変わってくる。そういったことです。つまりこのしおりのパターンっていうのが、先ほどのエピジェネティクスという言葉で言うと、そのエピジェネティクスの状態っていうものとを意味しています。少しここで、違う話をしていきたい。違う角度からこのエピジェネティクスっていうものを取り上げたいんですけれども、今ここに
受精卵っていうものと、もしくは分化した細胞、何かの組織でいいと思います。例えば手、脳、まあ、そういった、ある特定の組織に分化した細胞っていうものを2つ並べたときに、1つ大きな違いというものが何かと言いますと、この受精卵からは、個体っていうものが形成されていくのに対して、分化した細胞、まあ、それだけでは、一つの個体にはならない。そういった点が挙げられます。もちろん、補足的に申し上げますと、何かすごく特殊な処理をしますと、ここの、矢印というものは行くんですけれども、まあ、自然界で、見てみますと、まあ、こういった分化した細胞からは、個体というものはできないということになっています。では、この二つの細胞っていうのはどのように違うのかっていうと、一つ、言葉として挙げられるのが、この分化脳っていう言葉です。分化脳。あまり聞き慣れない言葉だと思いますけれども、この分化脳というのは、分化のポテンシャル、分化がどれぐらいできるか、まあ、そういったことを意味しています。すいません。細胞が異なる細胞種へと分化する能力。まあ、こういったことを分化脳っていうふうに呼びます。つまり、この受精卵は、ここから体のすべての、ものを作り上げることができる。まあそういった意味で分化能が高いっていうふうに表現されますし、逆にこの分化した細胞っていうのは、その、これからどんな細胞に分化するかっていうのはかなり限られてしまう。そういった意味において、この分化能が低い。まあ、そういったふうに表現されます。ここでもう一つ先ほどのしおりっていうものとこの分化脳っていうものを結びつけたいんですけれども、この受精卵分化脳が高い状態っていうのは、しおりの数が少なめ、一方この分化した細胞、分化した分化脳としては低い状態っていうものはしおりの数が多めである。そういった関係が、一般的に成り立っています。もう少し分かりやすく言いますと、こういうふうに受精卵っていうものから、このようなそれぞれの臓器の心臓、肝臓というものが、こう、だん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 出来上がっていくに従って、分化脳っていうものが下がっていくっていうのは理解していただけるかなと思います。つまり、一旦脳の方、もしくは心臓の方に、こう、分化していった細胞っていうのは、まあ、巻き戻って、例えば、肺の方に分化し直すということは、まあ、起きないんですけれども、まあ、そういった意味で分化脳、分化する力っていうのが下がっていきます。一方、その先ほどのしおり、エピジェネティクスの状態っていうもので考えますと、このしおりの数っていうのは最初はほとんどついていない。それが分化に従って少しずつ増えていく。こういった関係が成り立っています。はい。先ほどからこうエピジェネティクスの状態とかしおりとかいう形で少しまあふわっとさせた形で表現してきた、エピジェネティクス、エピジェネティックなものって、そういうものですけれども、これは実際に何を示しているか、しおりの実態とは何かと言いますと、こう、DNA に直接的、もしくは間接的に付加される化学修飾です。まあ教科書的にはこういうふうに、メチル基とかアセチル基とか、そういう化学修飾として示されてますけれども、こういったものが、しおりの実態、エピジェネティクスの状態というものを表しています。はい、では、私の話、今日の話の中で、性というキーワードが出てきますので、この次は性に関して少し話を進めていきたいと思います。染色体に性差があるということは、広く皆さんご存知かと思います。これ、人ですと22番、染色体までが常染色体というふうに言われていて、23番染色体である X 染色体、もしくは Y 染色体、これらが性染色体というふうに呼ばれています。男性ですと XY、性染色体として XY のペアで持ってますし、女性ですと XX のペアで持つことが多いです。このように性染色体というものに着目して、この性というものを染色体側から捉えるということはかなり一般的かなと思うんですけれども、実はこの上染色体ですね、1番から22番染色体にも性差があります。
ここからちょっと誤解、されないようにしっかり説明していきたいと思うんですけれども、これにも性差があります。はい。じゃあちょっと、一番染色体、上染色体の中でも一番染色体というものに着目して話を進めます。一番染色体でも、まあ一つの個体、まあこちら、オス、もしくはメス、それぞれ、2本持っています。これはどういうことかと言いますと、この人、この人のお父さん、ないしはお母さんから一本ずつこの一番染色体っていうものを、受け継ぐわけですね。はい。ですので、この染色体にはどちらの親から受け継いだか、父親由来なのか、母親由来なのか、そういった、性質があります。で、この一セットっていうものを一応こう相同染色体、っていうふうに呼んだりします。両親に由来する同一形態の一対の一セットの染色体。そういうことです。で、この、相同染色体ですけれども、配列的、A、T、G、C の並び、まあ、そういった配列的な違いっていうものは、そんなに大きくないです。一方で、先ほどのエピジェネティックな状態では、このようにかなりはっきりと違いが見て取れます。今、エピジェネティックな状態というものを色で示しています。つまり、父親から受け継いだ染色体というのは今、青で示していますし、母親から受け継いだ染色体というものは、このように赤で示しています。で、この状態というものは、オスであってもメスであっても、どちらもこう、どちらの親から受け継いだ、そういうこう、記憶っていうものがここに残されています。はい。記憶とか色とかいうふうに言いましたけれども、これ実際のところは先ほど申し上げました DNA に付加されるこの化学修飾です。その化学修飾が父親から来た父親由来のパターンと母親由来のパターン。まあ、そういった性差がある。そういうことが、今回、皆さんと、皆さんに共有したい内容となります。これが一つなんですけど、さらにちょっと話を進めていきたいと思います。ではですね、先ほどこちらお見せしましたけれども、この次の世代のことをちょっと考えてみましょう。このお父さん、このお母さん、から生まれてくる子供たちっていうのも、最終的には、こういうふうに、青、赤、つまり父親由来、母親由来っていうふうに、ペアを持つ必要があります。しかしですね、この赤と青、こちらの赤と青からランダムに、無作為に染色体を受け継いだとしますと、この受精卵の、状態ではパターンとして3種類出てきます。どういうことかと言いますと、例えば、こちらの青、こちらの赤という形で受け継ぐと、こちらの上のパターンになりますね。次に、こちらの赤、こちらの赤というものを受け継ぐと赤赤のパターン。最後は青青から受け継いで青青のパターンになります。ですけれども、実際に起きていることというのは、受精卵の時点でこの赤青のこのペアになっているということです。つまり何か選択的に起こらないと、こういった赤青のパターンが生まれない。ここは大きなクエスチョンになります。で、このクエスチョンというものを解き明かすときに、染色細胞というものを考えてみたいと思います。これが、まあ、答えになってしまうんですけども、面白いのは、この染色細胞では、この色の付き方っていうのが揃います。もう少し、言いますと、この染色細胞がオスなのか、オスだったらこの青青で色が揃う、メスだったら赤赤で色が揃う、これが、ポイントになってきます。このおかげで、受精卵というものはどちらの染色体を受け継いだとしても必ず赤と青のパターンになることが分かっています。はい。この、なぜ最初は赤と青なのに、染色細胞では
青と青になるのか、まあ、こういったところが次疑問になってくるかなと思うので、その点に入っていきたいと思います。はい、これ、先ほど、一世代っていうものを見てみましたけれど、ここでは受精卵から赤ちゃんできて、それが成長するっていう形で、ここの部分が一世代を表しています。先ほど申し上げましたように、受精卵の時点ではこのように赤と青のペアを持っています。あ、もう一点ここで、言っておかなきゃいけないことっていうのは、この赤と青の、絵っていうのは、ここでは、このスライドでは生殖細胞でだけの状態のみを、示しています。ここだけちょっと注意して見ていてください。はい。このスタート地点としては、この受精卵。受精卵の状態ではこの赤と青。っていうふうに色が揃っているのにも、色が異なっているにもかかわらず、こう成長して、生殖細胞ができた。この状態では、生殖細胞が成熟した段階では、オスなら青と青、メスなら赤と赤になるっていう、まあ、そういったことを先ほど紹介してきました。この状態からこの状態にどうやって、変わっているのか。まあ、ここはポイントになってきます。で、実際のところは、まあ、こういうクエスチョンです。なぜ赤と青の状態から、オスだったら青青、メスだったら赤赤になるのか。まあ、そういったところです。で、これを、がどうなっているかっていうのの、種明かしをしますと、胎児期、お母さんのお腹の中にいる時期ですね。そこで、まずこの色というものが、落とされるんですね。消去される。この、どちらの親から、染色体を受け継いだかっていう、そういった記憶っていうものを一旦生殖細胞の中でだけ、消去します。で、消去した後、オスなら、胎児期から新生児期、もしくはメスですと、卵子の成熟期にこういった新たに色をつけるっていうことが行われていきます。まあ、こういったことを経て、この成熟した成人での生殖細胞では、このオス、青青、もしくは赤赤の状態が保たれます。2が形成されます。つまり、このエピジェネティクスの状態、先ほどから申し上げております、この色の付き方っていうものを性に応じて、まあ、この赤ちゃんの性に応じて書き換えているのが、このポイントになってきます。私自身はこの過程の中でも特にこのオスのエピジェネティクスの状態というのがどうやってできてくるのか、そういったことに興味を持って研究を進めているんですけれども、その研究の過程、研究手法なりを次にお示ししたいと思います。私はマウスというものを題材にして、この生殖細胞でのエピジェネティクスの状態の変化というものを捉えようとしています。オスですと、胎児期から新生児期に、まあ、こういった書き換えというものがかなりダイナミックに行われているんですけれども、このマウスの胎児から新生児の精巣というものを取ってきます。精巣の中というのは、生殖細胞だけではなくて、他のいろいろな体細胞が含まれているので、その中から生殖細胞だけを取ってきます。これは生殖細胞だけが光る、生殖細胞だけが蛍光を発する、まあ、そういった特殊なマウスを使っているんですけれども、そういった光る、生殖細胞だけをより分けることで、生殖細胞だけを解析することができるようになります。はい。生殖細胞のみを用いて、このエピジェネティクス状態というものを知るための処理をこのように行います。次に行うことというのは、その特殊なエピジェネティクス状態が遺伝子の中のどの部分で起きているのか。まあそういったことを知るために、特殊なエピジェネティクス状態の DNA 配列だけを読んでくる。配列解読してくる。これが次の操作になります。その後、その得られた配列の情報をもとに、配列解析というものを行うことで、まあ、これは一つの結果ですけれども、胎児の精巣でのエピジェネティクス状態のダイナミクス、まあ、そういったことを捉えることができます。
今日の、まとめですけれども、一つ目、ゲノムは生命の設計図。これはかなり、高校生の、高校の教科書に載っていることなんですけれども、さらにそこから今日は、エピジェネティクスの働きによって、設計図のどこを読み取るのかがダイナミックに変わってくるんだよ。そういう話をいたしました。3番目としては、エピジェネティクスのそういったパターンっていうのが、この性、自分の性によって異なるところができてくるんだ。そういうお話をしました。はい。もっと成果を知りたい人に向けて、相談質問コーナーというのをズームで開催しています。時間は4時10分から、こちらの、お話の後から始まります。パンフレットの中のこの部分、こちらが、該当する時間になりますので、興味のある方はぜひご参加ください。最後にまたスライドの方を掲示します。ご清聴ありがとうございました。では、質疑応答の時間に移ります。生物科学専攻塩見研究室修士1年の李海林と申します。どうぞよろしくお願いします。質問は YouTube 概要欄にあるスライドのリンク、または講演画面上に表示されている QR コードから送ることができます。では、まだ質問が来ていないようですので、私から質問に質問させていただきます。先生が研究職を目指したきっかけはありましたら教えてください。はい、すごく、素朴な疑問を、持つ、そういった学生時代を持っていて、例えば、どうやって、こう、細胞、もしくは、こう、個体、その時は植物だったんですけど、植物っていうのが、なぜこういうふうに大きな形を作るのか、そういったかなり、基本的というか、原理的なことを不思議に思うような、そういった学生だったんですけれども、それの時から、細胞周期に興味が湧いてきて、で、細胞周期っていうものを制御しているのが、DNA、そういったものから細胞周期っていうのはコントロールされているんだっていうことを知って、その DNA を研究するようになりました。で、今はその DNA の上についている、このエピジェネティクスっていう、こういった化学修飾っていうものが、なんか面白いなっていうふうに思って、研究を続けています。はい、ありがとうございます。では、まだ、私の質問なんですけど、先生の研究の中で一番の成果と思うことがあれば教えてください。はい。染色体とか DNA っていうのを、普段の生活で、じっくり考えることっていうのはほとんどないと思うんですけれども、自分が最初にこう DNA に対して抱いていたこう印象っていうものは、かなりこう性的なもの、あまり動かない不変なもの、そういった印象を持っていたんですけれども、そういった先ほどから話として上がっているエピジェネティクス、もしくは私の研究ではこう染色体の形、その三次元的な空間配置みたいなことも研究しているんですけれども、そういったものがその細胞ごとによってかなり違っている。特にこの今見ている生殖細胞の中で、他の細胞ではおよそ起きないようなことっていうのが次々と起きているっていう、そういったことを発見した部分が、自分の研究の一番の成果だと思っています。ありがとうございます。では視聴者からの質問がありました。生物にまつわる学科が他にもある中、生物科学を選ばれた決め手は何なんですかな？それは私の学生時代っていうことなんですかね。ちょっと、どの時点で選んだっていうのは難しいかなと思うんですけれども。例えば、私の学生時代っていうことに絞って話をしますと、私ここの、生物科学科を、には実はいなくて、生物学科の方にいました。で、修士
の大学院の時から生物科学専攻、まあ、当時は生物科学専攻があったんですけれども、まあ、生物科学専攻っていうものに変わって、まあ、より分子っていうものに着目した研究をしたいというふうに考えました。ですので、こう生物科学科、もしくは生物科学専攻っていうものは、その、生命というものを、まあ、分子、もしくはメカニズムとか機構、まあ、そういった視点で眺める学科だと思って、これを選びました。はい、ありがとうございます。では、もう一個の質問なんですけど、セントラルドグマと遺伝子の発現の違いは何ですか？そうですね。まあ、セントラルドグマっていうことは、まあ、その当時は、タンパク質から DNA の方に情報が戻ることはない。先ほどから言っているのは DNA があって、RNA があって、タンパク質っていう、まあ、この方向性で、その言葉ができた時っていうのは、タンパク質から DNA の方にこう情報が戻ることはないっていう、まあ、そういう概念を含んでいるんですけれども、その DNA からタンパク質ができるって、まあ、そういった意味においてはセントラルドグマと遺伝子発現っていうのは、まあ、かなり類似した考え方なのかなと思います。ただ、まあ、もちろん使う、場面というかニュアンスっていうのは違いがあります。はい、ありがとうございます。また一つの質問なんですけど、性同一性障害など心と体の性別が違うというものがありますか？性自認はどこで決まるのでしょうか？なるほど。かなり難しい話題かなって思います。私自身が性自認というものを研究していないっていうことで、まあそういう観点から何か申し上げることはできないんですけれども、ただ一つ面白い研究がありまして、性、マウスの性、まあ、この場合は、まあ、生殖器の作られ方っていう、そういった意味で、そういった定義での性ですけれども、その性っていうものはかなり、こう、バリエーションがあるということが知られています。つまり同一個体、マウス、だったら、片方の生殖器は卵巣なんだけれども、もう片方は精巣になる。まあ、そういった変異マウスっていうものがこの世には存在していて、まあ、そういった意味では、こう、性っていうものは、まあ、今まで、こう、二つの概念っていうよりも、よりこう、スペクトラムとして捉えた方がいいんじゃないか。まあ、そういった議論がなされたりしています。はい、ありがとうございます。また、以降の質問なんですけど、染色体の書き換え、あるいは決定によって、あらかじめ病気を防ぐことも将来可能になりますか？可能になると思います。ただそれは、まあ、ケースバイケースっていう言葉になってしまうんですけれども、そのエピジェネティクスの、不具合によって、を引き起こされる病気っていうものと、もちろん、ジェネティクス、配列、DNA の配列自体がもうすでに、不可逆的に変わってしまう、まあ、そういった遺伝病ですと、まあ、なかなかこう、エピジェネティクス状態で変えることっていうのが難しいのかなとは思うんですけれども、まあそういった配列、DNA の配列自体には傷がついていない、まあ損傷がないっていう状態であれば、もしかすると治る、その状態が良くなる、病気もあるんじゃないかって考えます。ありがとうございます。あとは、iPS 細胞から細胞を分化させる場合、目的とする細胞を得るためには、どのように epigenetics をコントロールしているのですか？iPS を、すいません、iPS を作ると、作るときにどのようにエピジェネティクスを、コントロールしているか。あ、すみません。iPS 細胞から細胞を分化させる場合は、その目的とするには、細胞を得るためには、どのようにエピジェネティクスをコントロールしているですか？はい、はい、ありがとうございます。エピジェネティクスをコントロールする、して、こう、特定の組織、臓器を作る、というよりも、今、最も、
一般的なのは、特定の臓器や、組織に分化させるような、タンパク質。これ、転写因子っていう、ま、そういう、タンパク質群があるんですけれども、そういった転写因子の力によって、そちらの細胞系譜に向かわせるっていう、そういったことが行われています。はい、ありがとうございます。あとは、トリソミの場合はどうなりますかという質問があります。難しいですね。トリソミーの場合の、生殖細胞で何が起きているかっていうことでしょうかね。トリソミーの状態で生殖細胞では染色体がどうなっているかっていうのを、知らないんですけれど、もし、トリソミー、まあ、トリソミーって言ってもいろんなトリソミー、いくつかのパターンがありますけれども、トリソミーっていうのは基本的にはこう、性染色体の数が、違いません。ごめんなさい。上染色体の数が違うので、それも書き換わることは書き換わるんだと思います。ただそうですね。それ以上のことはちょっとわからないですね。ただ、書き換わる場所っていうのはそんなに違いはないんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。あとは、自分の質問なんですけど、今、実際体シーケンスの技術が今の研究にはどのように使われていますか？どのように研究に役に立ちますか？はい。この次世代シーケンサーってことですよね。これまでの研究っていうのは、たくさんのサンプルから、何か物質を取ってきて、それを解析するって、まあそういった手法が、一般的だったと思います。ただし、その当時では、すごく体の中で少ない細胞、希少な細胞っていうものは解析することが不可能でした。一方で、こういったテクノロジーが発展することで、次世代シーケンサーっていうものが出てくることで、この少ない細胞、体の中で少ないんだけれど、とっても重要な細胞っていうものを解析対象にすることができるようになりました。そこがこのブレイクスルーの一つかなっていうふうに思っています。なので、体の中で今まで存在が疑われてた、もしくは、存在がすることも予想もされてなかった、そういった細胞っていうのの、が見つかったり、もしくはその細胞っていうものを詳しく知ることができるようになった。それが、この次世代シーケンサーのいいところかなと思います。はい、ありがとうございます。また、自分の質問なんですけど、先生が研究者に必要な資質は何だと思われますか？はい、オープンキャンパスで、私が話すようなことよりも、もしかすると他の先生の方が適任かもしれないですけれど、ゆっくり考えることかなって思います。じっくりとかいうことよりも、なんか、長くそのことを考え続けられるか、そういったこと、資質が重要なんじゃないかなっていうふうに、個人的には思います。はい、ありがとうございます。まだ質問が来ていないので、自分からの質問なんですけど、先生は今、マウスを使っていて研究をやっていますけど、マウスは、モデル動物として何の特徴とか、メリットがありますか？マウスの、まず一つ目のメリット、大きなメリットっていうのは、人を知る上で、その人で起きているシステムが、まあ、およそマウスでは、起きているだろうというふうに、まあ、仮定される、まあ、そういったケースが多く見られる、まあ、そういったところがメリットの一つだと考えられますし、あとはこう世代が短いために研究しやすい、何か実験を組みやすい、まあ、そういったメリットがあると思います。逆にデメリットっていうのもいくつか、知られるようになってまして、
人間で起きている、人で起きている、生命現象の一部っていうのはマウスでは起きていない、もしくは人にしか存在しない、もしくは霊長類でしか存在しない遺伝子っていうものも、あります。ですので、まあ、そういった意味でそのマウスのデメリットというか、まあ、その研究の限界みたいなものはいくつか、知られています。はい、ありがとうございます。まだ自分の質問なんですけど、IP ジェネティクスの状態を知るための技術は先生も、発表の中での、出てきてますけど、例をとして一つを挙げてくださいますか？あ、はい、わかりました。では、ここで右下に示したもの、小さいんですけれども、先ほどエピジェネティクスという、ことを説明、紹介したときに、化学修飾っていうことをお話ししました。で、化学修飾っていうことで今皆さん、知ってもらえたかなって思うんですけれども、実はエピジェネティクス、っていう概念はもう少し広くて、DNA のこう状態、全体を示すことがあります。で、DNA の状態ってじゃあ何かっていうと、今、皆さんちょっとDNA っていうものを一つの紐だと思ってみてください。その紐の上にはこう情報が書かれていて、まあ、紐がこのように一本のスーッと通っている状態ですと情報っていうものを書き出しやすい、そこからここに何が書かれているかっていうのを読むことができるんですけれど、一方でこう一本の紐っていうものが、まあ、どっかでこう絡まっている、もしくはこう、凝集していたりすると、まあ、そこからの情報っていうものは読み出しにくい、書き出しにくいっていうことが想像されます。で、このように、化学修飾だけではなくて、この染色体、一つの紐っていうふうな意味での染色体っていうのの、こう、絡まり方、凝集の程度っていうものも、エピジェネティクスって考えられています。で、この右下に書かれているものっていうのは、その凝集の程度っていうものを、まあ、評価した実験を行って得たデータなんですけれども、この、まあ、針のように見えているシグナルっていうのは、その凝集の程度が強いところ、もしくは弱いところっていうものを定量的に教えてくれています。ありがとうございます。じゃあ、後の質問は、IP ジェネティクスの研究は将来にはどのように病気の治療に役に立ちますか？はい。例えば、がん細胞。がん細胞でのエピジェネティクス、まあ、ここでは DNA のメチル化っていう、まあ、特殊な、エピジェネティクスですけれども、まあ、こういったものっていうのが、がん細胞では特異的に変化しているっていうことが、これはかなり広く知られています。で、まあ、それをどうやって治すかっていうものは、まだ課題が多い点かと思うんですけれども、例えば私の、研究の方に引き寄せて問題を考えるとすると、この先ほど言ったようなこうエピジェネティクス、生殖細胞でのこうエピジェネティクスの変化っていうものが起こらないと、その個体っていうのは不妊、不燃の表現形を示します。人のその病名で言うと男性不妊っていうことになりますけれど、そういった不妊の原因っていうものを特定してエピジェネティクスに、エピジェネティクスの方面から解決するっていうことが今後可能になるのではないかというふうに考えています。ありがとうございます。では時間となりましたので、山中先生の講演と質疑応答を終了いたします。本日はたくさんのご質問とご視聴をありがとうございました。山中先生、李さん、ありがとうございました。